プラグインについての解説。フィーバードリームはアリメイソン氏のボイスを収めたボーカル音源です。アリメイソン氏は映画、テレビ、ビデオゲームのプロデューサーであり、グラミー賞認定のボーカルソリスト兼ビオラダガンバ奏者です。フィーバードリームはハミングから喉から出る叫び、呪文を唱えているような歌、霊妙なささやきボイスを収録した個性的なボーカル音源。サウンドだけでなく UI の見た目もファンタジー色全開。呪文を唱えているようなちゃんとのサウンドが好きな人はたまらないボーカル音源。より個性的なサウンドを目指しているクリエイターなら一度は触ってみたい音源です。一般的にサンプルベースのボイス音源だと A、I、E、U、O の母音を鳴らせる音源、歌声や特定のフレーズサンプルを集めて鳴らす音源があります。フィーバードリームではその両方が収録されていて、幅広い音楽ジャンルに導入できます。歌物の曲というよりは楽器だけの劇版向けの曲調でハマると思われる内容です。特に呪文を唱えるようなボイスサンプルが収録されているチャントが個性的です。ピッチコントロールはありませんが、オクターブ下げると聞いたことのない言語でお経を唱えるフレーズのようにも聞こえてきます。宗教歌を流すような雰囲気の場面に合う音源です。エスノワールドのような民族楽器音源のボーカルでもないし、教会っぽさを感じるクワイア音源でもない新機軸の音源になっています。
카데스 타미라 무르플로노 투자마리 메고리 에지파나에 무카데스 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 타미라 まとめ、フィーバードリームは非常に個性的な音源に仕上がっているので、普段と違うことをしてみたい人や民族風のテイストを入れたい時に活躍してくれそうな音源。アリメイソン氏の声が個性的なので、他のボーカル音源より尖っている内容です。最終的には彼女の声のトーンが好きになれるか、が肝になる音源です。